お世話になります、一人でございます。月替わりではないですが、号外のねレイドが更新されましたので、その情報を共有させていただきたいと思います。だいたいいつも祝日とか祭日とかそういうのがあって更新されることが多いんですが、今回ちょっとよくわかんないですね更新するんだったら先週だろうっていう話なんですけど、まあいいや。で、今回出現するポケモンはラフレシア、キレイハナ、ラランテス、キュアワー、チェリム、ドレディアでございますと。で、今回はなんとドレディアが色違い確率アップということでございます。今回なんでこいつかわかんないですけど、なんかフィーチャーされる理由が特にないポケモンが選ばれるっていうのはなかなかないと思いますので、かなり貴重なんじゃないでしょうか。そんな持ってる人もいないと思いますので、めちゃめちゃいいレイドだと思います。ちょっと今回は撮影始める時間が遅くなってしまったので、諸事情で、なので今回は色違いドレディアだけねサクッと捕まえることだけやっていきたいなと思います。まあ、やり方についてはいつも通りですね、不思議な贈り物から必ずワイルドエリアニュース受け取りましょう。これ結構忘れがちですので、はい、しっかりとね、これ見ましたら OK ですね。出現する場所についてはですね、いつも通りどこでも出ますので、私はねいつもここが好きでね、ここいつも入れてます。特にね他の巣と近いってわけじゃないんですけど、なぜかここに入れてますね。はい、ここで、はい、入れていきましょう。レッツラゴーと奇跡一緒に起こそう。うん、ダメか。あー、おい、お、来た。いきなり来ましたね、五つ星ドレディア。で、今回色違いね、確率いつも通りどうやら五つ星だけ色違いの確率が上がってるらしいですので、五つ星来たらねやっちゃいましょう。いけるかな、一発目で来い。一回も今まで一発で来たことはないからね、さすがに2発か3発が最高ですから。はい、来い。あー、来ないか、ちょっとわかんねえ、色違いどんな色か全然パッと見てわかんないからさ、意外と近い色とかあるからね。でも多分これは違うかな。違うよね。まあそしたらリセットしよう。はい、じゃあ出なかったんで、こいつのねドレディアを別のやつに変えていきたいと思います。変え方についてはね多分皆さんご存知だと思いますが、日付変更バグですね、みんなで挑戦をして、それホームボタンを押して、それで設定からですね1日進めるってやつですね、これで、別のドレディアを出していきます。5つ星ですね。必ずそうじゃないと色違いはねアップしないらしいので、ちょっとよくわかんないですけどね、そのあたりは、海外のサイトということではそう書いてあったので、まあとりあえずやっていきましょう。一発目で来たからすぐ出るんじゃないかな。 OK、 来ましたね。なかなか時間かかっちゃいますね、やっぱ五つ星出るまでとなると。で、それでまあとりあえず出たら一回戻ってですね、必ずレポート書いておきましょう。そうしないと次のドレディア出すとき大変になっちゃうんでね。それで、レポート書きましたら行きましょう。一人で挑戦と。行きますよ、マジで来てくれ、せめて来てくれ、頼む、本当にマジで。いやー、違うか、ちょっとわかんないけど、一目じゃやっぱり。後でちゃんと確認しとかないと、リアクションすらちゃんとできないわ。はい、でももし出なかったらやっぱりリセットですね。はい、でリセットしたら今まで通りね一緒ですね、みんなで挑戦やってホームボタンを押して、まあ日付変更バックしてですね、別の5つ星のドレディアを出さないといけないということなので、そこはご注意ください。まあひたすらねこれやって別のやつ出していきたいと思います。バカ、はあ、しんどいね人生、普通に無理、無理なんだよね、現実はそんな甘くないんだよね。死んで、無理か、来ないね、マジか、色っちじゃない、来ないね、いやー無理か、うわー渋いな、渋谷だわ、どうせ来ないと思ったよ、ダメだよね、結構厳しいな。おわー、ちょっと待てよ、違うか、あー、おい、ああ本当に確率上がってんのか、え、本当ひどいよ、ひどいぞ、おいマジかよ、本当ひどい、どうせ来な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 いんだよ、無理じゃん本当に、普通に絶対出てこないじゃん。 OK、 来た来た来た、いい加減来てくれ、ほんと頼む、おー、ようやく来た、やっとだよお前、やっとだよ、押せよ、ほんと押そう、マジかよ、今まで見逃してたかと思ったけど、ほんとにマジでめちゃめちゃ時間かかってんじゃん、もうあの嬉しさより喜びの方が、あ、違う違う、もうその言葉自体間違ってる、もう喜びより怒りの方がね断然ね強いわ。これ何時間かかったの、これ3時間ぐらいかかったぞ。ドイヒーもいいところだよ、ほんとひどいわ。
いやー、色違いはやっぱ見るだけで全然色違いって分かれますね。まあいや、とりあえずこのまま倒しましょう。そんな文句言ったってしょうがないんでね。画量点でいきましょう。はい、画量点、いいねいいねいいね。あ、でバリアの数4つっすね。なので結構そこは弱いかな。フラフラダンスだ。フラフラダンスマジきついな。混乱全員しちゃうのは本当にだるいな。まあなのでそこは注意した方がいいっすね。ただゴリ押しでいけるよね。オッケーオッケー、余裕で倒せましたね。とりあえずダークボールで捕まえましょう。いやー長かったな。いや捕まえさせてくれよ、頼むよ。そこをマジで頼むよ。出たらマジぶち切れる本当に。それじゃ全然済まないよ本当は。オッケーオッケー、よかった、本当によかった。マジでもう本当に破壊したくなるぐらい出てこなかった。わしわしわし、いいね。やっぱ色違いはね。報酬は普通っすね。めっちゃ経験アメ L2 個、 XL1 個、ダイマックスアメ2個。本当に進歩ですね。めっちゃ進歩すぎる。何にもアイテムは出ないっぽいですよね。花関係のアイテムも特に出ないと。はい、じゃあ手に入れたドレディア見ていきましょう。ちょっとここではねちょっと個体値見れないんで、ちょっとすごくごめんなさい。中身見ていきましょう。はい、ということで色違いドレディアレベル60メスゲットさせていただきましたと。で特性はマイペースですね。マイペースなので混乱状態にならないということでございます。まあこれは夢特性ではないですね。まあ特性的にそこまで強くないからまあ微妙かな。で技は花びらの前フラフラダンス日本バレ花粉団子ということで、まあこれもちょっともうよくわかんないですね。ただフラフラダンスめちゃめちゃうざかったんでめちゃめちゃ注意必要っすね本当。寂しがりな性格でございますと。で、リボンは持っていないということで今回ゲットさせていただきました。はい、ということで今回レイド色違いドレディア出るということで皆さんもやってみてください。他にもねちゃんと冒頭でご紹介したラフレシアとかもろもろお花系が出ますので、まあ他のやつはいらないかな。でもやっぱり色違いレイドいいっすね。ただもうめっちゃ確率渋い。どれくらい捕まえにくいかっつったら追いどれディアルガを捕まえるぐらいっすかね。Terrorist じゃない。